全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはパルワイン清水エスパルス。まず何が行きますか。6番スカーレットキング先頭に立ちます。1番ネックーザ先頭に入れ替わります。13番スノーボールドラン後位につけています。内抑えて8番インディペンデンス。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1番人気4番ムバッテ、この位置外から10番ザッキードリーム、内側2番キングエンブレム、1馬身相手17番長見ハーモニー、12番サラブレオカナロア真ん中あたりにつけています。後ろに11番クロノピーチ、内から5番クリオウジ、これからバックストレッチに向かいます。外を抑えて16番清水エスパルス、内側3番パルワイン、これを見るように外側18番エテフラッシュ。 1000m の通過タイムは1分1秒4、内から7番ミスワイエス、14番アールグレーキング、後ろに9番マックスレーサー、最後方は15番南のママシア。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はレッグーザ、後ろに4番ムバッテ、13番スノーボールドラン後位をキープ、内から6番スカーレットキング、18頭大欅の向こうを通過、外から上がるのはザッキードリーム、そのうち8番インディペンデンス、これを見るように内側2番キングエンブレム。4コーナーから直線へと向きます。歓声が大きくなって直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。400を切って先頭レッグーザ、その後インディペンデンス、レッグーザ抜け出した。スカーレットキング少し離れて追走、インディペンデンスいい足で伸びてくる。あと200、レッグーザ頑張っている。インディペンデンス追っている、レッグーザ頑張っている。ハルワイン伸びる、レッグーザ逃げ切ってゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川が保守。レッグーザブリーダーズカップを制しました。2着インディペンデンス、3着は混戦の模様です。